どうなったの？どうやって見るよ。これキーワード検索があるよ。キーワード検索ね、これ Wi-Fi つながってる？そう、Wi-Fi がね、Wi-Fi つながってないの？ Wi-Fi、Wi-Fi つながってないの？待って、ゆう、さっき Wi-Fi のパスワード。あ、本当？あ、つないでる、今。ほんとね、何だったっけ？ Y から始まる。Y から始まったよね。Y から始まるパスワードだった。Y になんとか。これ、iPad でみんなの見たいんだけど。そう。見れない。見れない。こんにちは。もう食べてる。こんにちは。こんにちは。もう始まってるんですよね。始まってる。うん、忘年会し。めっちゃ食べてるじゃん。忘年会ってこんなぬるっと始まる。盛り上がったら食べられないかもしれない。あ、そうだね。今のね、今のうちに大事。iPad は後でいっか。 iPad はあのこの辺に置いといたらさ、つないでお戻ししてくれそう。でもここにはちゃんとあるね。あ、横でも見れるね。ここにね、今モニターには映してもらってるんで、うん、見れてます。はい、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ちょっと台本1ページ目にします。ちょっと2ページ目見ないでください。はい、ということでこんばんは、木戸あかりです。木戸あかりプロデュースボリューム1、令和2度目の忘年会をやっちゃおう、スタートしました。カメラどこだ、これ、これかな、これ、どっちかな、これ、あ、こっち、こっちが全体、ね、こっちがソロ。4個あるからね、わかんない、 すごい、1人違い。はい、令和2年だから2度目ということで、忘年会を始めていきたいと思うんですけどもね、もう完全にゆるい忘年会にしたいと思いますので、うん、こういう部屋着も買ってもらいました。うん、それぞれで選んで。春菜さんはケーキの、ケーキの、いや、あかりちゃんがさ、うん、言われましたよね、うん、ジェラピケ縛りだって、ジェラピケで買ってきてくださいって言われました。そう、ジェラピケ縛りだからって言って入所券名買ったのに。何ですか。私スナイデルホームで買ってきました。あ、どういうことなの。違う、ジェラピケ違う、うん、可愛い部屋着を、うん、あの自由に買ってきてねっていうので、うん、ジェラピケって言えば伝わりやすいかなと思って、うん、そうなるほど、ジェラピケって、まあその通りだけどね、言ったでもジェラピケ、はい、私もこれジェラピケ、ジェラピケで、それめっちゃ可愛い。あ、そうなの。でもね、あの皆さんこれ多分あの、あ、何着てるか調べるじゃん、みんな大体。マタニティ用なんでしょ。変な詮索しないでください。可愛いから買っただけだもん。そう、可愛い、この夜空の、ね、柄が可愛いと思って買ったんで、本当にマタニティじゃん。安心してください。一人です。一人で。私は一人です。一人。はい。安心してください。ね、おしゃれなスライドホーム。家でも使えるように。家で使いたくて買ったんでしょ。そう、家で使えるやつを重視して買った。なるほどね。リラックス。リラックス。いいですね。そう、はい、あ、ということで、もうちょっと紹介するの忘れてたけど、はい、今日一緒に過ごしてくれるお二人です。はい、こんにちは、セリザユです。よろしくお願いします。イエーイ、セリコ、セリコだよ、セリコ。 そして、はい、春のあんずです、よろしくお願いします。って手がベタベタなのでずっと手を挙げたままなんですけど。ちょっと拭いてきます。拭いて拭いて拭いていいよ。拭いて拭いて。私、春野さん、はじめましてで。そう、そうなの、はじめましてで。てか、あれだよね、これ、私、わきこのあれでしょ、もう。じゃあ、バーターとかじゃない。違う違う。そう、セリコとやりたくて呼んだもんね。セリコとやりたくて。そういうことなの、本当。呼んだもんね。うん。だって、ほら、共演してるから。あ、そうそう、まさに今。そう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 。最近最終回迎えちゃったんですよ。うん、アニメでも、ゲームでも共演してるんで。うん。ここは初めまして。逆にそう、本当に。本当に初めましてだ。現場で擦れ違ったりもしてない？してない。な、いいですよね。あれでも、同い年？って、メイクさんが。あ、そうだよね。聞いて。そう。うん、ここ同い年。よろしくお願いします。みんな同い年か。みんな同い年。まあ。よろしくです。よろしくです。そう、マタニティって聞いて、先輩になってしまったの。人生のね。まだ一緒に歩んでる。同じところに。同じところに。そんな感じですよ。はい、ということでね、今日は忘年会ということで、飲み物を用意していただいたんで、乾杯をしたいと思います。ノンアル？注ぎたいけど、己で。ぶどうジュース。ぶどうジュース？そうか。各自で注いでいきましょう、じゃあ。ちゃんとありますから。あります。
来年もし就職してたら次会えるからまたやってよ。そうだ、おやりたい。ボリュームボリューム1だよね、はい、ありがとう。何味？ホワイトクレープって書いてある。ぶどうに炭酸が入ってるやつ。アルコールではないらしいです。美味しそう。入れるね。ビールのごとくビールのごとく入れる。入れるね。どうせだから私もいっぱいもらおう。もめもめのめ。もめのめ。あんずちゃんね。あんずちゃん。セリコちゃん。セリコちゃん。あんずちゃん。あかり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 んはいつからあかりんって呼ばれてるの？え、でも高校とか中学の頃からもう呼ばれてた。そうなの。うん、馴染みの深い。え、こう乾杯してるじゃん。めっちゃ思ったよ。乾杯していきましょうとか言って、あ、画面の向こうだね。そう、うちらじゃない。そうか。はい、ということで、画面の前の皆さんも何か飲み物を用意していただけたでしょうか。今から用意して待ってくださいみたいなスペースもね。用意していることでしょう、うん、ということで私たちと乾杯しましょう、はい。2020年お疲れ様でした。乾杯。こっちここ乾杯。めっちゃ美味しい。これジュースが美味しい、ね、美味しい。リンゴの味しない？ブドウだよ。え、ブドウかな。でも確かにブドウいる。ブドウって言われないとブドウって分かんない。分かんない。確かにリンゴって言われちゃったら一瞬なんか疑念が嘘。え、あ、いや、ブドウだよ。今の間気になる。ぶどうだよ。ぶどう。ぶどうです。ぶどうか。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。チキンとかもね用意していただいて、ピザもね頼んでたんだけど、あの始まる2分前ぐらいに届いたから、ちょっと今どっかで入ってくるんでしょうよ。分けてもらってます。硬いのこのポテト。あ、そう、それね、あのポックルみたいなやつ。そう、ポックル。確かにポックルだ。ポックル的な。やばいでしょ。はい、いただきましょう。はい、今回はツイッターもフル活用しながら配信を進めていくんですけども、うん、ハッシュタグ、あ、そう、iPad はね、さっき退場しちゃったんですけど時期帰ってきます。あ、帰ってきた。あ、帰ってきた。帰ってきてる。あ、ちゃんと見れる。あ、よかった、ありがとう。あかりんのボトル、ハッシュタグあかりん VR をつけて、私たちへの質問や2020年私たちに伝えたいこと、こんな食べ物が美味しかったなど、さまざまなメッセージを大募集しています。はい、はい、ですね。さっき私たちもツイートしたので、そこからあの、うんうん、ハッシュタグとかも見れると思うんで、あかりん VR、 あかりん VR ツイートしてください。今見てますよ。そうですよ、なんかいいですよ。ご飯の写真とかも載っけてくれても何でもありみたい。あ、見てます。肉美味しそう。肉美味しそう。肉ある。あ、これか。鶏肉、鶏肉。これね、チキン。メニューがむちゃくちゃクリスマスだけど、ね、忘年会ですよ。チキン、私も見よう。自分のツイッターで見ていいって言われたから、自分のツイッターで見ます。読んでいきますよ。なんかリンゴ味のぶどうジュース。あ、部屋着かわいい。あ、かわいいってさ。なんだか、あかりちゃんがねジェラピケって言ってくれたから、この格好できたからね。いつもパジャマそんな感じじゃないの。ユニクロのスムースなんとかっていうの、結構事務所の子着てるの。スムースなんとか、ストレッチスムースなんとか、ウルトラストレッチ。あ、でもない。あ、でもウルトラってついてたかも。え、すごい。ふわっとしてるけど。お、結構なんかみんな着てるって言ってて、うん、試しに買ってみたら、うんうん、それでしか眠れなくなって。すごい。これ寝れないの？これ寝れない。それでは寝れないんかい。寝てよ。これ寝ない。うん、そうなんだ。ジユとかユニクロもね、可愛い部屋着あるもんね。うん、パジャマ。でもね、可愛さじゃないのそれ。あ、寝やすさなの。うん、あ、すごいよ、なんか。新しい動物に包まれてる感じ。新しい動物？うん、新しい動物。そう、新しい動物なんだ。来てみてください。来てみてください。来てみてください。あ、あかりん見てるかだって。見てます。あかりん見てる。見てますよ。あ、めっちゃ美味しそうな写真。
あ、パンケーキだ。パンケーキ。うん、美味しいよ。メンチカツカレー、ケーキ食べたよ。なんでこれみんな食べ物あげてんの？さっきうちらが言ったからね。あ、そうか。美味しい食べ物。ねえ、本当に面白すぎる。忘れちゃったんだよ。なんかこのハッシュタグがトレンドに入ったら、3人にプレゼントがあるみたいなので。トレンド？そう、うん、トレンドって結構ハードル高いけど、ね、でもこの時間ね、ね、夜中とかならあれだけど、そうなのよ、面白いテレビがいっぱいやってる時間だから、だ頑張ってトレンドに入れてください。私たちにプレゼントを一人何回もやればきっと数になるから。そうだね、うん、そうね。なんかスガキヤラーメン、スガキヤラーメン用意してくれたらしい。お、なんでスガキヤなの？私が大好きだから。私が愛知出身で、ふるさとの味、めっちゃ美味しいのよ。なんかね、濃厚系ではないんだけどあっさりしてて、和風豚骨ラーメン、なんか魚介の出汁の豚骨ラーメン。なんかサンサラも食べるの？違うよ。ねえ、サンサラも食べるのなわけないでしょうが。一個。食いしん坊。ちょっとちょっと。一人一つです。やったー。どうぞ。ありがとう。これピザ。ピザ来ました。そう、私が好きな。私が勝手に選ばせていただきました。最高。ピザも好きよ。何の話してた？スガキヤラーメン。スガキヤ。スガキヤラーメン。和風豚骨ラーメンなんだけど。へえ。うん。食べてみよう。え、でもトレンド入りしないと食べれない。そうなの。みんな食べさせ、なかなか食べさせるためにも入れてください。ハードル高いぜ。はい。ということで、ではね、まず2020年の振り返り、うん、をしていきましょう。なるほど。ということで、ボックスがね、あ、あった。そう、それから、いろいろ引いていって、うん、トークをしていきたいと思うんですけども、しよう。誰から引く？じゃんけん。最初はグー、じゃんけんほい。ああ、どうぞ。いくよ。じゃあ引きまーす。はい。ふん。声優業界の同級生とやってみたいこと。おー、うん、まさにここと、ね、ってこと？同級生、同級生とやってみたいこと。でも結構いるもんね。あ、そういる、同級生。確かに。なんかさ、多い多いけど、あんまりうち会ったことなくて、あんまり、あ、会ったりはするんだけど、なかなか一緒にこうがっつりお話しする機会っていうのがなかなか。あと誰がいるの？大橋彩香ちゃんも多分同じ世代。日高里奈さんそうだね、とか結構いる割にはあんまり交流がないから、なんか集まって運動会とかしたい。いやー楽しい。ブルマで。ブルマ。学校ブルマだったんじゃないですか。いつの時代ですか。南ちゃんの時代です。本当に同い年かなと思っちゃった。詐欺ってないです。詐欺ってないです。はい。でもいいよね、みんなでカラージャージとかさ、やりたい。やっぱなんか対決とかさ、うん、協力とかすると仲深まるじゃん、うん、あ、わかる。そういうのしたい。合唱コンクールしたい。合唱コンクール。人数何の曲か。8人ギリできるっちゃできる。ギリできるよ。まあできるね、うん、やりたい。あとやりたいこと、学校行事系になってくるね。うん、だった。運動会とか得意でした？得意っていうか運動とか科目とかいう運動会めっちゃ苦手だった。いや、そう、私もあんまりね、うん、みんなとやるのは楽しそうだけど、うん、学生時代ってね、うん、運動部系の子がやっぱ輝くから。確かに。なんかね、応援してなんとか頑張れって言ってて、うん、誰やねんみたいな。悲しい、うん、なるよね。なるなる。なるほどね。カラオケ大会のがまだ現実的だって。あ、え、でも安住絶対来てくれないよ。なんで？え、カラオケ絶対行かないんだよあの人。え、誘ったことなかったわ。そういえば、あのね、プライベートでカラオケ絶対に行かないって、ポリシーを持ってるらしい。何者？なんでよ。なんか友達とも絶対、なんかもう付き合いで流れでみんなで行かなきゃいけなくなっても絶対に歌わないって言ってた。行っても歌わないんだ。そう、金払わないと歌わないんだ。仕事じゃない。仕事じゃないと歌ってくれないから。どうしてなのそれは。わかんない、恥ずかしいから。恥ずかしいから。可愛いな。うん、みたいよ。あんなにガンガン CD 出してる。そう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 。PV とかね、あんな可愛いのに。そうなのよ。面白いな。面白い。金くれるなら払う。
みんなでカラオケ代払ったら来てくれるかもしれない。でも歌ってくれないの。あ、歌ってくれないの。追加でお金払わないと歌ってくれないから。なるほど。ちょっとそんなん聞いたらいつかどうにか連れて行きたい。騙してね。じゃあ次引く？次引く。じゃあ次、あ、待って、2人じゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、こでしょ、はい、こでしょ。はい、はい、はい、いきまーす。はい、はい、どうぞ。はい、おい。これ私が貼ったんだ、うん、そう、さっきね、切って貼ってくれてたんだ。そんなこともしてくれる子なんだ、いい子だなってメイクしながら見てた。優しいな。雑用係。私の中のワクワクさんがね、火を吹いたんだ。じゃん。3人で2021年に遊びに行くならどこがいい？うん、おお、来年ってことよね。2021年遊びに行く。まだもう遊びに行ける時代になってるのかな。ねえ、確かに。本当それな。なってるとして、なってるとして、して温泉。めちゃくちゃ、めちゃ今日会った人と。ふっかるじゃん、ふっかる。結構自分でその温泉というとさ、やっぱ裸の付き合いはもう別にハードルない子ですか？なんで言ったじゃん。なんで何も考えずに言ってた。自分が温泉に行きたいという気持ちで。そうそう、みんなで懐石料理とか食べたら美味しい。確かに。そう、 あ、そういうことね。カルタとかして。ハードル高いよ、結構。ハードル高いから。まあ、全然、うちも全然いけるけど。いける？うん。ちょっともう1年。そうだ、次。もう1年交流を食べて。もう1年忘年会やって、そこまで行ったらいけるかな。2022年にいけるかも。そうだね。そうだね。なるほど。なんだろうな。どこかな。遊びに行くのも。あ、でもよくさ、脇子と3人で行ってない？夢の国。あ、夢の国、まあ、でも2回しか行ってない。2回か。2回で小出しに写真あげてくるから。確かに。すごい行ってるイメージだった。楽しい。夢の国も行きたいね。やっぱ行きたいよ。と、なんだろう、トランポランド行きたい。え、何それ。トランポリンができる施設がある。楽しそう。いろんなトランポリンが置いてある。楽しそう。めっちゃ楽しそうな。行く。そこに行きたい。トランポランド楽しそう。トランポランド。え、スポッチャのトランポリンで怪我したけど大丈夫かな。スポッチャのトランポリンってどんなの。なんか固めなの。固め。トランポリンの部屋に入ってトランポリンするみたいな感じ。あ、そうそうそう。あ、うんうんうん、走り回ったらね、すごい両方とも捻挫できたじゃない。捻挫できた。同時に行ったの。リオだねって先生に、病院の先生に言われた。両方足ね。日頃はあんま運動しないの。運動は、え、あ、そっか、してるタイプ。二人とも。いや、あ、でもセリフダンスがあるから、うんうんうん、運動ってか、まあ踊り、うん、踊りか。そっか、そっか。トランポリンってそうだよね。トランポリン、そっか。でもやられるのか。行くよ。でも行くよ。行きたくなさそう。無理くよ。行きたくなさそう。同心に戻って。トランポランド。トランポランド行こうよ。え、日本にあるの？日本じゃない。あるある。東京にあるの？東京にある。東京にあるの？東京にある。へぇ。3カ所ぐらいかな。あるみたい。トランポランド。へぇ。あ、そうなの？うん。あれかな？茨城のさ、ジャスコの前によくあったやつ。わかんない。茨城のジャスコの前は。そうだよ。あれ？違うか。茨城の人？隠してたんだけど。あれ聞いちゃいけなかったことなのか分かんないと思う。数年、生まれたのが茨城で。あ、そうだったの。生まれたの。積極的に言わないんだけど。茨城で生まれて数年住んでて、すごい横浜で生まれたみたいなことを言ってるんだけど、生まれてはなくて、育ったのは。ややこしいな。私、ややこしいな。なるほどね。子供の頃は茨城にいたのね。そうだ、騙すつもりはないから。生まれたのは攻撃してないんだけど。そうなの。別に言っちゃダメなことでもない。そうだ、そうなの。うん、言っちゃダメ。なるほどね。わかりました。じゃあ次いきます。お、2020年に発売した VR ゲームでおすすめは、もうこれはね。そうですよ、うん、VR。 VR ないんですか。なんですか。なんですか。もちろんね、うんうん、OK
ュラスクエスト2、うん、持ってますけど、うん、そうなんですか、うん、あ、お二人とも持ってらっしゃって、はい、うん、あの遊んでらっしゃる、はい、あ、なるほどどのようなゲームに、まあ、やはりアルトデウスビヨンドクロノスっていう、はい、ゲームがあるんですけど、さすがです。それがめちゃくちゃ面白くてですね、あれ主人公鬼頭明里にちょっと声似てますよね。あ、そうなんですよ、はい、鬼頭明里にすごい声が似てるんです、うん、そうですね、すごいなって、すごいストーリーもね、すごく面白くて、なるほど、お二人ともやられて出られ、うん、で出てね、似てる方がいらっしゃって似てる方の、ね、うん、声がするから、なるほど、似てる、そう、似てる、私の声っぽいのが聞こえる、あ、なるほど楽しいゲームですよ、楽しいゲームなんですよ ね、ぜひやっていただきたい。 VR 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 やったことない？あ、ステーションにね行ったのと、お、あとなんか企画で VR してる者同士でこうキャラクターで喋るみたいな、面白い、あれ二次元の人が自分もなって相手もなってて、二、うん、次元に恋するっていう気持ちがすごい分かるぐらい可愛くて、現実に戻るのが嫌だった。そうなんだ、うん、そんなに完全にいやでも没入感すごいよね。そうね、うん、それが体感できるのがアルトデウスビヨンドクロノス。なるほど、やってみたいな。そうなんで覚えててください。あ、質問読んでいきましょう。質問の質問がハマった。答えられるやつなら、答えられるやつならね。あ、これを、ひろまるさんから。お、皆さんこんばんは。2020年も残すとこあと4日。まだ4日だって。361日過ぎちゃったんだ。よく計算した早いね。今年はいろんな情勢もあって家にいる時間というのが多かったと思いますが、うん、これはやってよかったなと感じたものはありますか？やってよかったな。やってよかった。はい。え、お、何あるな。猫ちゃんを飼います。悔しい悔しかった。羨ましい。え、どんな猫ちゃん？え、ノルウェージャンフォレストキャットっていう、めっちゃ可愛い、もう毛がすんごい長くて、ライオンみたいにこことかも長くて、可愛いやつ。そう、森の主みたいな猫。いいな。人懐っこいんだよね。そう、そう、意外と人が好きで。可愛いです。え、何ちゃんっていうの？ムーちゃん。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 そう、もふもふもふよ。うわ。一緒に寝てくれるの。うわ、いいな。可愛い。そう、めっちゃ可愛い。羨ましい。いいな。猫と一緒に寝るの夢なんだよな。待って待って、大丈夫夢なんだよ。叶いそうじゃない？でも頑張れば。いやでも、うん、今住んでる家がね、うん、ペット禁止っていうのと、うん、あと結構な確率で、うん、多分アレルギー、うん、ああ分かる分かる分かる。あずみんち行った時もね、うん、目とか充血しちゃうのよ。結構この辺私やばかったよ。あなた、あずみちゃんあずみちゃんち、うん、あら、でも可愛いから OK です。そうなのよ、犬猫結構ねアレルギー気味なんだよね。ある子はアレルギーあるよね。なんか木村拓哉さんが飼ってるワンちゃんはアレルギーでも飼えるらしい。あ、そう、猫にもいるんだよ。あ、そうなんだ。サイベリアンっていう猫、サイベリアンがアレルギーの、なんか、ね、普通の猫とはアレルギーの方が違うから、うん、へ、猫アレルギーの人でも飼える可能性があるみたいな。いいな。うわ、そうなんだ。じゃあちょっとその猫を、ね、引っ越してから引っ越してから引っ越してから、ね、アレルギーダメだったら、ね、サイベリアン飼いたい。いや楽しい、はい、いいな。じゃあ続きまして、はい、じゃあセリコ、はい、質問です。こちら、あ、名前が分かりません。クマ、本当だ、絵文字。え、あかりん、わきこ、あんさんは、あ、あんじ、あんじさん、あ、あんずさんは、あんさん、芸能女優になっちゃった。あんさんはフレンドエースというユニットを組んでいますが、今日の3人にユニット名をつけるとしたら何になると思いますか？あ、確かに A、A、うん、S だ、 S だ、U だから Y。 あ、そっか、 Y だ。うわ、みんな A なのか、わきこ、うん、そうなの、あずみだもんね。そう、うん、え、ブレンド、いや、いや、決まった、 YA で、いや、いや、ブレンド、いやです、ブレンド、いやです、ブレンド、いやです。さすが、おもろ
ブレンドヤーね。ブレンドヤーってことで。アズミちゃん来たら伸びるだけでもね、ヤー。どんどんアイが伸びる。ヤー。アが追加されてくる。面白い。ね、いいね、もうできたね。普通に声優のオーディションで受かって、たまたま3人とも選ぶ。そう、たまたま。面白い、うん、ね。いや、決まった。決まったわ、ブレンドや。決まった。じゃあ、アンズ。アンズさん。なんかね、自粛期間中にすごい目悪くなって、名前がみんなバレ。結構近いじゃん。なんだっけ、いつきさん。いつきさん。寝る前のルーティーンは何ですか？寝る前のルーティーン、ビタミン剤飲む。あ、同じだ。みんなビタミン剤飲んでんの？ビタミン剤。サプリ飲んでる。サプリ飲んでる。私はあの腰痛があるから。腰痛、そう、それで踊ってるの大変なの。確かに。絶対ストレッチして寝ます。あ、じゃないと朝起きた時になんかもうあーってなる。あ、そうなんだ。寝る前のストレッチってそんな効く？効く。変わるよ。朝してるんだけど最近。朝より夜のがいいのかな。朝も夜もやる派なんだよな。えらい。いやいやいや、体が弱い。やりますか？あの、ストレッチ。ストレッチ、前に行けなくて、後ろにならいけるんだけど。後ろにはみんないけるよ。膝がね、ちょっと硬いの。これどうしたらいいんですか？どうなんのかな。なんで急に可愛い。どうなのかな。わかんない。ストレッチ、でもなんかした方が長生きできるって聞いて。やばい。ちょっとしてる。長生きできそう。むくんでる時にラジオ体操してる。でもラジオ体操って本当にいいんだよね。なんか理にかなってるらしい。そうなんだ。ちょっと息が上がる。これでしょ。そうそう、それ途中テン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 。これ本当に聞いてる、どこに聞いてるかわかんないよね。これね、なんかこの辺らしい。あ、そうなんだ。ちゃんと聞いてんだ。なんかあるみたい。小学生の時とか何これと思いながらやってたけど。私も何これって思う。横移動しながらね。ね。ちょこっとずつ移動していくみたいな。あるある。これね。あ、ボックス？あ、ボックス引けって。手続きね。指令がね。指令がね。じゃあ引いていきましょう。ボックスに戻って。2021年にこれだけはしたいと思っていること。21、来年か。もう一回で。やばいやばい。ねえ。コメント見てたの。コメント本当に面白いんだけど。コメント見てたからセーフ。そうだ。2021年にこれだけはしたいと思っていること。え？来年だよね。これだけはしたい。これだけはしたい。ええ。なんだろう。海外旅行。うわ、海外で仕事したい。てかさ、絶対さ、こんなじゃなかったら行きまくってたよね。行ける予定だったのよ。1週間ぐらいしかも行ける予定だったのが。どこに行ける予定だったの？そう、どこだったか忘れちゃったけど。そうね、なくなったものにね。そうそうそう。いやー、そう、海外旅行どこに行きたいの？英語圏。喋れるの？ちょっと喋れない。じゃあなんで英語圏なの？喋れないから、うん、あの仕事で行きたい。連れてってもらいたい。確かに通訳さんとかいるもんね、仕事だと。そうかそうか、全部やってくれるからさ。飛行機とかも。飛行機好き？飛行機好きだよ。二人とも好き。嫌いなの？嫌いと。なんかブレンドエースでグアム行こうみたいな話をした時に飛行機かーって言って。人なの？私船は嫌だから。船で行こうかなって言って。理由は？理由は？人たまりもない。人たまりもない。万が一があったら人たまりもない。でも車より事故少ないんだよ、飛行機は。確かに、うん、だから自分も免許取ったけど一回自損事故起こしてから。自損事故起こしたんかい。そうだよね。そうです。何か起こるか分かんない。何が起こるか分かんないから。バカをしてったの。進んでると思ったらあれって思って。もう欲しいで。すごい。そっか。何なのか。なんかしたいこと。したいことだよね。リコ様は。なんだろう。2021年でしょ。うん、ファンのみんなに会いたいです。ああ。100点満点じゃん。すごい。以上です。100点満点。いや、本当にさ、私本当にライブも結構主流でやってるタイプの声優だから、ね、本当にその今年もマジで孤独っていうか、全然ライブできなかったから本当に、ライブしたいですね。
ファンの方も本人たちも寂しいっていう。だと思ってたらいいですけどね。絶対思ってる。ちょっと後ろ向きな。なんで。そうだといいですみんなも。そうかな。ライブやりたいです私は。確かにライブこそね、お客さんいてこそのものだから。そうそうそうなのよ。確かに。ないと。そうだね。サブスイ。サブスイね。サブスイです。いっぱいなくなっちゃったもんな。なくさあ。やりたいこと。さあ、アンズは。アレルギー検査。さっき言ってた。うちもやりたいの。来年絶対やる。来年中には絶対やって。1年かけて覚悟決めて冬あたりにやろうかな。めちゃめちゃ遠いやん。助走が長い。助走めっちゃ長い。注射大丈夫。全然大丈夫。全然平気。なんでだ。別にだって死なないじゃん。痛い、ちょっと痛いだけです。わかんない。プチッじゃん、なんか。うん、アウみたいな。ショック死の可能性を払う。ショック死。心配症なの。針が自分の中にこうズブ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 。でもだって何万人とやってきてる看護師さんがやってくれるんだよ。うん、そうそうそう。もう安心じゃん。うん、なんかトラウマとかの過去に。父が注射打てるタイプの職業の。で。医者しかないけどね。看護師もある。なんでごやっとさせる。じゃなければやばいやつ。捕まってるやつ。ぼやかした方が怪しいよ。えって今一生考えちゃったもんね。なんか理性的にぼやかさない方が良かったやつだね。で父に打ってもらうってなるとやっぱりこう父も容赦ないからガッて掴んでもブスって、うん、あ容赦なくて逃げられないっていうトラウマがある。あなるほどね。ちっちゃい頃ってやばい人じゃない。パッチテストにすればいいって。パッチテスト、パッチテスト、パッチテストって注射するんじゃないの。結局注射、注射なんかそんなあんの。パッチって注射の陰謀みたいな感じ。パッチテストって貼るだけってこと。貼るだけ。どっちなんだろう。どうなんだろうね。なんだろう。でも注射でもさ、逆に喉やられた時とかもさ、点滴とかあるじゃん。ステロイドの注射だけはやらないでくださいって。そうなんだ。じゃあどうにか治してください、注射だけはよろしくお願いします。逃げてきたのね。喉壊したらもう速攻注射。今年はなかったけど、うんうん、なんか本当にやばかった時期はやっぱどうしてももう明日やらなきゃとかなった時。あ、注射はまだやったことないな。聞くよ。でもなんか良くないって思う。やっぱりその後が出るんだけど痛いのに出ちゃうから。か次の日とかがもうあーってなる。おぬぬめできません。おぬぬめできません。おぬぬめできません。今日最後の最後の最後の手段ぐらいの。マネージャーさんがうなずいてる。あ、そうそうそう、最後の手段にしてくれる。最後の手段ね。なるほど。どうしても飛ばせないとか。でも血糖ね、注射ね。注射ができたらいろんなことできるな。何しようとしてる。違う、合法なことしかしない。法律大好き。法律大好き。あれだけ検査とかさ。そうね。そうね。そうそう。ね、でもできる。コロナの予防接種できたらやんなきゃいけないから。ああ、確かに。そうだね。予防接種か。行く。行かない。行く。あ、質問。質問。あ、え、なんだろう、どこ。どっち、こっち。どういうことだ。何を言ってるな。こっちか。こっち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 、こっち、あ、こっち、あ、こっち、こっち。ゆうがさんから質問です。最近感動したエピソードってありますか。え、最近感動したエピソード。感動。でも私昨日、うん、レインボーのアニメが最終回、うんうん、めっちゃトレンド入ってた。そうそうそう、ピンときてないですか。うん、ああ、わかった。そうそうそう、皆さんおはようございますのやつだ。え、ああ、そうそうそう、私キャラソンのね、歌詞ね。そうそう、ソロの歌詞ね。そうそうそう、うん、それの最終回があって、もうキンキンで泣いたね。泣いたか。泣いた。収録自分でしたのに。収録自分でしたのに、やっぱ完成ってやっぱ違うじゃん。あ、そうだね。すごいな。泣いたね。感動的に。素晴らしい。いいね。いい話じゃん。いい話よ。すごい話よ。どうぞセリカ様。投げた。感動。感
感動か。でも昨日ライブだったんですね。あ、そう、ライブはもう感動的ですけど、まあ、自分の誕生日ライブだったから、サプライズとかもあってめっちゃ可愛かったね、水色尽くしで。そう、水色尽くしのライブやりまして、衣装も楽器もステージも全部。楽器も、そう、楽器もなんかバンドの方が水色にしてくれて、すごい。そう、もうとにかくサプライズは何が起きた？サプライズはなんか昼夜あったんだけど、夜の部でなんかお誕生日ソングが私あって、うん、その曲の中でなんかサプライズのメッセージに涙がみたいな歌詞の時に、なんかバンドの方からの手紙がスンって入ってきて、でそれを読みながら歌って、読みながら歌うの？すごいね。読みながら歌って、じゃ歌いながら読めんの文字。手紙読みつつ。さすがだな。いやいやいや、感動しました。泣けた。お手紙って感動しない。お手紙って嬉しいよね。手紙は嬉しい。さ感動することだって日常に落ちてるかな。あ、お手紙、お手紙もらった。誕生日の日に、赤尾ひかると久保田梨沙からアルバムをもらって、いろんな写真が貼ってある。嬉しいやつだ。うちの母への、まあ、母が母が例えば優子だったら、優子ちゃんへって書いてあって、私へのメッセージより母へのメッセージの方が長かった。なんて書いたのそれ。え、なんかいつもありがとうございますみたいな、ライブも来てくださってありがとうございましたみたいな。母が泣いて感動してた。あなたじゃないの。いい友達がいっぱいいるね。かわいいママ。感動エピソードかな。母に手紙かける距離感の友達でもすごくない？でも1回しか会ったことない。すごいね、よく書いたね。どういうこと。本当におもろい。すごいね。それは感動するわ。感動した。あ、読めって。読めって。じゃあ読みかね。笹釜さん、今年の個人的ブームとかありましたか？ちなみに私は模様替えブームが今年何回もありました。確かに できるね、お家にいたら。ブーム？ブーム？ブームなんだろう。ブーム、ブーム、ブーム、ブーム。それこそ韓国ドラマとかかな。不時着。不時着の話か。さっきもうずっとアンズがね、藤田くんを見た方がいいよって言ってんのに、え、じゃあラストだけ教えてって言って、ラストのために見てんだよみんな。安心して見たいから、私が全員見てた。見てました、見てました。見た。でも芹沢優様がですね、なんとラスト教えて教えてくれちゃった。パッて言っちゃったもん。そう、見ない匂いがプンプンしてんだもん、もう。絶対見ないなっていう感じだったから。こいつ絶対見ないな。ちょっとだからね、あらすじを教えてたら見れる。あ、映画を全部あらすじ知ってから見るタイプで。そうなんだ。そう。なんで？その場の感動がなくならない、なんか、出会っちゃったとか、遅れちゃったみたいな。あ、そっか、愛の不時着はいっぱいそういうのがあるのか。出会い別れ。出会い別れ。出会い別れ。なんか、勉強、映画の勉強を大学でしてたから。その、なんだろう、その多分あんまりストーリーを楽しむっていう思考回路がなくなっちゃってかわいそうな人なの。かわいそうなのか。分析しちゃうんだ。そうなの。だから変なことを考える前に何が起きるって予想して見てた方がありがたい。へー、珍しい見方。そうなの。でも感動するじゃんと多分泣く。あ、感動できるんだ。泣けたの。なんで何が起きて泣いたの。それは見てのお楽しみだよ。不時着か、分かった、不時着とかね。不時着とか、不時着にハマったんだ。私もそんなんでした。イテウォンとかも見てた。あー、見た見た。イテウォンクラス、あれも終わってんの。完結。完結、完結してます。みんな見たらね。そっか、ドラマ見てた。そっか、コロナで家にいなきゃってなったから、みんなドラマ見てたのか。あ、でもニジプロも見てた。わぁ、見てた。20のやつだ。そうそうそう、ニジプロはもうね、ど真ん中、自粛期間みたいな。そっか。バチェラー3見たよ。あ、3？なんか結婚バチェロレッテじゃないの今。ロレッテも見たの。あー、見たんだ。ちょっと腑に落ちなくて、バチェラー3いいよって多分騙されたんだ。騙されたんだ。
バチェラー3いいよ、じゃあ、あれ騙された。ハッピーエンドだよって言われてみたい。そうね、うん、ハッピーエンドではなかったね。3なんか終わり悲しい、悲しいってか、なんか嘘だろみたいな、モヤモヤするエンドだったね。本当にだから、そのあれ見てからずっとだから窓の外見てる。窓の外見て憧れて見るものなくて裏切られるの怖くてそれのせいで不時着も踏み込めない。不時着もそう、嘘疲れたから。嘘疲れた。いや不時着は面白いよ。あの二人結婚するから見てって言われて、うん、私はてっきりあの人と結婚するんだと思って。みんな見た見た。私はね、3はなんかそのオチがもやっとするって聞いて見てない。あーそうなんだ。そう聞いてたら見てよかった。もやっとするって聞いてみた。そう、もや、あ、そうなの、うん、ハッピーエンドって聞いてない。うん、あいい友達思ってる。面白なるほど。はぁ、なるほどね。はい、あ、質問です。皆さんは同い年とのことですが、子供の頃の趣味や好きだったアニメは何でしたか？子供の頃の趣味の、ピチピチピッチ。あー見てたー。ねー、嬉しい。大好きだった。見てなかった。全部は見てなかった。あー、まあ確かに子供の頃って全部ちゃんと見るっていうのはなかなか、うん、確かにね、うん、あれだけど見てたなー。ピチピチピッチか。人魚の東京ミュウミュウ。あ、ミュウミュウ見てたよ。東京ミュウミュウ見てた。東京ミュウミュウ。青山くん。青山くん。そうだね。かっこいい人が出てくる。キッシュ派だな、キッシュ派。私ね、あんまりミュウミュウの記憶にないんだよ。見てたことだけ覚えてて、その耳とか持ってたの。うんうん、おお。でも内容出てこんの。あ、そうなんだ。キラレボとかのが出てくる。あ、キラレボ見てなかったな。1話だけ見たな。あ、1話は見た。1話切り。若かりし頃からいつやってるんだろうと思ってる間に終わっちゃった。キラレボなんだろう。ドレミちゃん。ドレミちゃんもね。ドレミちゃん見てたね。ずっとポケモン見てた。あ、ポケモンも見てた。ポケモンとか毎年映画館。毎年映画館行って毎年ポケモンもらいに。そう、ゲームかざしてね。そう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 。ね、もうそうなんだ。あとなんだろう。趣味。ねるねるねるね。おお。ねるねるねるねが趣味だったの。高校までずっと趣味で。アマゾンで箱買いしてたの。これは趣味だね。そう趣味。でも今でも食べるな、ねるねるねるね。うん、美味しい。美味しい。お、味うまい。趣味。趣味なんだろう。ちっちゃい頃好きだった。子供なんだろう。子供の頃でもずっとゲームしてたな。へえ。お父さんがたくさんゲーム持ってたから。そっか。ファミコンとかスーファミとかセガサターンとかプレステとか全部あったから、うん、それでずっと遊んでた。へえ。ゲームか。あ、ミルモって書いてる。ミルモ。ミルモ見てた。ミルモ見てた。ミルモで。懐かしい。懐かしい。ハマってた。ずっと見てたな。ポケモンいろいろありますね。すごい、みんないろいろ世代が。プリキュア2人はの世代だよね。あ、確かに。なんか結構ちょい大きくなってから始まったよね、うんうん、なってたなってた。ドレミちゃん、ナージャ、プリキュア。ナージャか。あ、同じ枠だっけそこ。あ、分かんない、うん、ナージャ挟んでたっけ。挟んでたっけ。かわいい。確かに何ちゃんつけてたかなんて分かんないよね。うん、確かに。でもナージャは白と黒の男性で迷って最後、うん、でもなんかすごい優しいお母さんだか誰かに、うんうん、愛したい人より愛してくれる人を選びなさいって言って、あ、黒い人を選んだの。それは、ね、大人になって教訓にしたいことナンバーワン。ナージャ確かに深いっていうか、なんか深いし大人向けだよね、内容結構。確かにいいこと言う、ね、名言っちゃ名言やな。でも白の人もナージャのこと好きだったからさ、その愛の量はどこで測ったんだろうって小さい時思う。大人になって見返すとまた違うかも。違うかも、ね、確かに。シュガシュガルーンとか見てた。見てた。見てた。大好き。シュガルーン大好きだった。知らないの。仲良し。仲良しだよ。え、まだ仲良しだった？え、全部買ってた。うわあ、すごい。すごい。私仲良しだったの。あ、そうなんだ。ピッチとシュガルーンと。あ、そっか。シュガシュガルーン。シュガシュガルーン。神様かりん。神様かりん。神様かりんね。ブクブク天然回覧板。ああ、それはチャオです。あ、そうか、チャオですか。チャオ買ってなかったんです。チャオ買ってなかった。チャオ買ってなかった。
懐かしい。懐かしい。シュガルーン。シュガシュガルーン。アニメやってた。アニメやってたよ。え、なんちゃんで？なんちゃんだったかな。アニマックスで見てたかも。ああ、なるほど。確かに。何だったか全然覚えてないな。子供の頃ってそうだよね。セーラームーン。セーラームーンはちょっと前で、再放送世代だもんね。へえ、みんないろいろあるね。ねえ。リボン。あ、フルムーンを探してね。フルムーンはもう原点、私の。あ、そうなんだ。そう、フルムーン見て芸能人になりたくなった。ええー。主役がさ、そのデビューする話で、それを見て芸能人になりたいと思って、まあ、声優は芸能人枠なのかしら知らないですけど。芸能人枠よ。そうなんだ。大好き。表に出たいと思った原点。原点原点。そうなんだ。そうなの。くくくく。素敵な話だ。ありがとう。へえ。いっぱいあるね。すごい。あ、カーソルが動いてる。読めてる。質問です。あ、くるりさんから、うん、質問です。まだしたことがなくて憧れてる、かっこしてみたい髪型ってありますか？うわー、いっぱいあるな。でも結構いろんな髪型してるよね。なんかさ、髪色は遊んだことないんだよ。あそっか。結構さ、声優さん、そのキャラに寄せてさ、ピンクとか赤とか入れる方いるじゃん。メッシュとか。もう毛が痛みすぎてさそんなんしたらちぎれますよって毎回言われるから憧れる。派手カラー。派手カラー。金髪とか。今しかも流行ってるしね。流行ってるよね。憧れだけだけど、ね、確かに。金髪でも似合いそう。え、ほんと、もうなんか髪に負けてこの辺が見合いそう。いけるっしょ。ね、どうあります髪型。髪型。髪型。あ、でも、来年したいことにも入ってるんだけど、ウルフカットしてみたい。かわいい。どういうこと、絶対違うの。絶対違うの。ウルフカット知りませんか？ウルフカット知りませんか？多分知りません。教えてください。ウルフカットは、なんて言うんだろう、段が入ってる。こう、短い、上は、うん、表面はショートぐらいで、中はこんぐらいの長いみたいな。ああ、よかったよかった。似合うと思う。何を想像していたんでしょうか。こういうやつかと。こういうモヒカン。違う違う。かわいいと思う。してみたいなって思ってる。かわいいと思う。かわいい。うん、絶対似合う。私？なんか未来に対してのことだと答えづらいな。なんで水色とかにしてみたいかも。うわ、水色染めたことないから。あ、染めたことないんだ。そっか、いいじゃん。超貴重だよ。貴重。貴重じゃない。じゃあ取っとこう。軽いな。取っとくんかい。じゃあな、したいことないな。ないの、うん、髪型とかも一通りしたこと、うん、もう本当にベリーショートみたいのからここまでみたいな。おお、うん、ベリーショートだった時期もあるの。まあ、ちょっと頭皮が見えるぐらいまではしてないけど。ハゲてんじゃん。そう、結構短かった。へー、あ、ほんと。そうなんだ。すごい、いいな、いいな。そうなんだ。髪、そうか。長さとかもね。ベリーショートとか。ベリーショートしたことないな。でもなんか頭の形が出るから。あ、そう、ちょっとコンプレックスがある人はやめといた方がいいかも。確かに。金髪見てみたい。ねえ、絶対似合うと思う。本当？いや、なんかミュージカルでさ、一回黄色の金髪っていうかウィッグ、つけたんだけど、本当に似合わなくて、もう本当に似合わなかったのよ。でもウィッグの色とまた違う金髪があるじゃん。そうね。生髪だと。うん。でもほら、なんだっけ、ブリーチ？とかもしたことある？ない。いや、ないの。うん。傷むからさ。確かにね。傷んでる感じ全然しない。メイクさんが天才なんだ。マジで。そんな感じでございます。ウルフカットか。ウルフカットね。ウルフも絶対可愛い。ウルフやりたい。でもウルフにしちゃうとウルフにしかセットできないの。なんかばっかりよ。そう、なんか結ぶこともできないし、なんか、うん、あ、そう、だからそれがなっていうのもある。だからライブとか何もない時期に。あ、そっか、キャラ合わせのね。そう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 、ライブがあると髪はね。そっかそっか。確かに。半年ぐらい前にやっといた方が良かったね、じゃあ。うん、ごめんね。でもいろいろライブあったから。あ、そっかそっか。やってたから。確かに。自粛期間の2ヶ月でどうにもなんないもん。そう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 。よいしょ。
あ、質問また読めて。誰が？セリコ。セリコ、はい。和尚さん、うん、皆さんの座右の銘があればぜひ教えてください。うん、座右の銘ね。ある？ゆうちゃんいっぱいあるよ。いっぱいあるの？いっぱいあるものなんだ。座右の銘っていっぱいあるものなんだ。うん、全部。いっぱいあるって言ってるのに全部ね、自分を信じることが最強。 あと最新が最強。お、最強系だ。最強系最強系の女最強攻めとかそんな感じ。いやでもこれはなんかね、あれなんだよ、このテレビとかでさ、テレビとかなんか番組とかで言ってさ、そこをキャプるじゃん。あ、なんか言葉がバッてなったところをさ、バッて誰かが赤文字で返信してさ、それをキャプチャーにされてさ、うんうん、ネットにこうされるとちょっとそれが流れるじゃん、うん、それでなんかどっちも芹沢の名言みたいになった。あ、そうなんだ。そう、って感じですね。でもあります、2人は。人生一度きり。うわ、いいわ。その通りだね、うん、本当に。人生一度きりか。人生一度きりと思って声優挑戦してみた。あ、素敵な話な。そうなんだ。マリオにしかならない。おお、春野さんらしい。もうなるようにしかならない。え、なるようにしかならないと思ったら抽選も平気なんじゃない？それはなるべくして私を逃げてる。逃げるべくして逃げてる。逃げるべくして逃げてる。そうそう。なるようにしかならないからコロナの注射が今から待ってんじゃん。うん、しょうがない。しょうがない。早い。うん、しょうがないから別に逃げる必要ないのに。なるようにしかならないことってあるじゃん。今日カレーだよって言われたらカレーしか出てこないしさ。どうしても天丼食べたいのにカレーしか出てこないからさ。まあ、諦めるしかない。諦めも感じてね。諦めも感じてね。ことね。じゃあな。あ、ボックス引けてね。はい。じゃあ、はい。はい。じゃじゃん。あ、2020年あかりんとの思い出。あかりんとの思い出か。あかりんとの思い出なんかあります？めっちゃ見せるけど。考えタイムでしたよ。あかりちゃん。ある？ゆうはさ、このとにかくが、うんうん、アフレコが、え、いつぐらいだった？8？ あ、そうだね。夏まだ半袖着てた気がする。夏頃から始まって、で初めて会ったから、うんうん、もうその現場で、しかも最初はさ、もうなんか黒い布でめっちゃ仕切られてて、ね、顔の見えない状態だったから、うんうん、なんか本当ラジオに行けたのが、あ、確かに、アニメラジオみたいなのやってて、うんうんうん、そこにゲストで行かせてもらった時が一番喋れた、うん、って感じ。うん、その時、ね、なんか結構恋バナとかして、うん、それであ、こんな感じなんだあかりんってそうなんだ。なんかアフレコブースもさ、距離を保たれてたから、結構隣の島の人と喋るみたいな感じだったから、なかなかね、おしゃべりできなかった。できなかったから、そう、ラジオで、ね、話せるようになったかも、うん、でも逆にそのラジオだけなのに、うんうん、こんなに今もう仲良く話してくれて、さっきもタンプレとかくれたんですよ。もうなんか その距離感はもうあかりん特有の、さすがだなって思う。すごい。確かによかった。でも言ってた、脇子が本当天才的に誰とでも仲良くできると思ってた。仲良くできなかった人いるの？なんて言う人も言ったとしてさ、言っちゃったらどう？言わないでしょ。いないよ、いないいない。なんかもう基本的に人が好きだから。あー、すごい、うん、いや素敵。それもう使われるよ、もう人が好きだから。基本的に人が好き。あ、キャプチャー4人もあれ。テロップ出しておいてください。人が好き、人が好きってでも素敵。すごいな、うん、マリちゃんさんの思い出。今年あんま会えなかったから、でも去年じゃない、うん、今年始まってすぐにディズニー行ったりとか。あ、そっか、うん、そうだそうだ、うん、結構でも1ヶ月2ヶ月内に立て続けにさ、私が入った現場全部にあかりちゃんが先に入ってて、あかりちゃんの名前があった時あったよね。あ、そう。同じ作品には出てるんだが、うん、一緒には撮れないみたいな。隣のスタジオにもあかりちゃんいるんだみたいなとか。あ、本当？うん、あった。へえ。
会えなか会わないけどいたわ。会えないけどいた。同じゲームとかもね、結構前後だったりして、そうね、会えないけど、うん、すれ違ってたという。すれ違ってたね今年は。あずみちゃん家行ったか一緒に。ああそうそうそう。ワンちゃんをね見に行きました。今度3人でじゃああずみ、あずみ上手だし。行きたーい。行こうよ。ね。タリアスそのちょっと痒かったりしてもいいの？もう我慢。致し方ない。そうなのね。仕事に害がない程度に。そう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 。行こう。私まだお餅の方にやってないの。あ、そっか。そこもぎもあったけど。そうだそうだ。お餅はまだだから。時差でねやってきたからね。会いたい。母の顔してるもんね。ねえ。ねえ。母の前だと。がもう産んだんかってぐらいよ。犬産んだんかみたいな顔してるもんね。確かに確かに。確かにね。もう一枚引く？もう一枚引きますか？よいしょ。ファンの皆さんへ2020年の感謝を伝える。感謝。感謝。会えなかったからね。そうね。本当に。でも会えなかった中でもなんかリプくれたりとか、お手紙をくれたりとか、なんか応援してくれ続けていたっていうのはすごく励みになりました。ありがとうございます。本当にその通り。ちゃんと感謝伝えてた。伝えた。すごい。伝えました。素晴らしい。なんだろう。いや私もありますよ。私もありますよ。あります。ちゃんと。でも本当にそう。私なんてさ、もう本当になんか多分握手会とか、うんうん、ツーショット写真会とか、もうそういうダイレクトに会える系の特典イベントとかが、まあ、アイドルが半分だから、本当に多くて、多分やっぱりそのリアルに会えるっていう意味で私を好きだった人たちも絶対いると思うの。その中でもなんかそれがなくなっても今もこうやってライブ見てくれたりする人っていうのはもう本当に今オタクでいる君はマジで本物だなっていう本当にありがとうっていう気持ちです。ありがとうございます。ね、感謝。ありがとう。ありがとう。ありがとう。嬉しいです。見てる。なんだろう、何言っても嫌いにならないでってくれてありがとうございます。何言っても許してくれる。そんな毎回爆弾発言してるの？なんか下ネタとか言っても許してくれる。あ、笑ってくれる。下ネタなんかこうね、俗に言う面白いことを言って笑ってもらえないともう言う勇気はないじゃない。もう自分の殻をこう締めるしかないから、うん、こじ開けてくれて。確かにね、笑ってくれることによっていろいろ解放できるよね。うん、そう、来年も草つけてください、いっぱい。これ草なんだ。よろしくお願いします。私に勇気をください。いやいや素晴らしい。あ、もう一個。引く。引く。じゃあはい。はい、行きます。はい。はい。2020年で一番嬉しかったこと。だって嬉しかったこと2020年って今年だよね。今年ね、今年今年今年嬉しかったこと、嬉しかったこと、一番嬉しかったこと、一番なんだろう、一番嬉しかったこと、なんだ一番って言われると嬉しいことはたくさんあったけど、多めのギャラが入った時とか嬉しかったね。頑張ったな、予想より多いみたいな。あ、わかりました。買い物買えるみたいな。そうそう、純粋に嬉しい。それは嬉しいね。うん、嬉しい。うん、確かに。なんだろう、一番嬉しかったこと、なんだろう、いけるぜ、ナンバーワン。何かを一生懸命伝えようとしています。なんでもう喋ってみましょう。鬼滅の刃だ。あー、一番ね。鬼滅もね、鬼滅が盛り上がってくれたのも興行収入一番になったもん ね本当に素晴らしい。でももうそれはね、それ関われたことに感謝っていう感じだけど、なんだろうね、一番って難しいよ、いろいろあるけどさ、1年間の一番ってもうなんか1月1日の記憶ないし。確かに。
確かにね。ずっと今年1年なんだろうな。あ、PS5 欲しくて。おずっと泣いてたの。なんか当たった人のツイートとか見て、ちくしょうちくしょうってずっと泣いてて、うん、当たった時が一番嬉しかった。当たったの、うん、あ、すごい。そうなの。すごい。当たるって嬉しいよね。うん、当たりたかったゲームを PS4 版で買って泣きながら、もうなんで私 PS4 でやってんだろうって思いながらやってて。そんなに違うの？あんま違わない。そうなんか。でもタイムラインでさ、むっちゃあの時さ、もう合格版みたいな、ね、うん、あ、落選版みたいなさ、もうタイムラインがみんなすごくて、うわーすごいものなんだな、うん、PS5 って思ってた。なんか読み込み速度はすごい。あ、早いんだ、うん。当たってマウント取りたいだけの人とかもいたと思う。うん、いたね。多分当たったんだぜって。そう、うん。なんかメルカリとかでさ、転売されてるの見てさ。ひどい。見て。当ててやる。当ててやる。決まってた。うん、だな。それは確かに当たったな。確かに。嬉しい。でもうちもライブでサプライズしてもらったんだけど、それが嬉しかったかな。どんな？なんか、うん、あれは何曲？アンコール曲だったのかな。なんかそのしっとり系の曲なんだけど、うん、こう1階ステージが1階と2階になってて、うんうん、こう2階で歌って、で落ちサビ前の間奏で階段を降りてって、で落ちサビを下で歌うっていう、うん、あれだったんだけど、その上で歌って、はい感想来ました、うん、階段降りてます、階段降りてるからもう下を見てるわけ、うんうん、下を見て一生懸命気をつけて降りて、うん、で場所着きました、パッて顔を上げて歌おうとしたら、うん、ファンのみんなが声出しとか禁止だったから、うんうんうん、スケッチブックをパッて掲げてくれて、そこにみんなありがとうみたいな、あかりん大好きみたいなメッセージを書いてくれてて、それがめちゃめちゃ嬉しかった。泣いちゃう。すごいいいサプライズして、いい話じゃん。そう、そんな泣いちゃうよ。そっか、声出しちゃいけないから。一番のサプライズだったね。素敵すぎる、うん、いやまあ確かに声が出せない状況でも伝えようとしてくれるのがやっぱ嬉しいよね。そう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 、嬉しかった。いいな、素敵なファンの皆さんですね、うん、ありがとう。素敵。あ、きっと見てる。そんな人たちはきっと見てる今。見てくれてるの思う。素晴らしいよ。ありがとう。すごい。うん。はあ。です。あ、また？私？セリコは。もう本当に一番ってめっちゃ難しいなって思っちゃう。パッて思い浮かぶもの。パッて思うか、猫。猫。また猫。動物飼うとみんな骨抜きにされるじゃん。いや、そうよ。やばい。で、私さ、5人兄弟で、うんうん、家族も多くて、うんうん、ですごい家でもすごいよく喋るタイプだったから、うん、でも20歳ぐらいの時に一人暮らししてからさ、うんうん、もうやっぱ寂しいじゃん、一、まあまあ、人暮らしって。そうね。一人暮らしって寂しいなって思ってて、でもやっぱりなんか自分の面倒も見れないのにさ、うん、なんか生き物を飼うのはちょっとなっていうのがあったんだけど、うん、まあ今年25だし、うん、で踏み出したらもう可愛くって、もうやっぱもう今年はそれが大目玉です。そうだよね、本当に幸せ。いいなぁ。羨ましい。え、見に行きたい。え、来てよ。いいの？本当にみんなの健康が心配。大丈夫、あの軽いやつだから。あ、本当？うん、ムチで可愛いよ。行きたい。オスメスどっちの？オスなの。オスのムーちゃん。オスのムーちゃん可愛いよ。目がクリクリなの。いいなぁ。いいなぁ。いいよ。いいなぁ。ガチだな顔が。いいなぁ。いいなぁ。いいんだよ、いいんだ。それが一番嬉しかったかな。見に行こうか。見に行こう。見に来て。来て。行く。猫さん。猫さん。飼うなら猫がいいの？ワンより猫。あれワンちゃんも可愛いよね。なんかでもゲッパ類が。ゲッパ類。ゲッシ類じゃなくて。ゲッパ類。やばい。ゲッパ類。ゲッパ類だ、何ね。ゲッシ類。ゲッシ類ね。あ、じゃあ顎出ちゃってる形？違う違う。歯歯歯。
え、どうしてどうした顎が待って待って、もうゲッパ類もわかんないし、ゲッシ類もわかんない。え、どこに来るの？ゲッシ類の死は、あの、歯っていう字なの。だから、出っ歯と同じ要領で、ゲッパって呼ぶ。あ、そうだね、なるほどね。で、ゲッシ類って何？は、あの、ハムスターとか、あー、そうそう、ビーバーとか、そう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 、あー、この系ね。ビーバー、顎に行ってる動物は何？顎に行ってる動物なんかさ、ワンちゃんとかでいない？あー、ワンちゃんとかあの、あれブルドッグとかさ、見んのよ、調べてほしい。顎の出てる犬めっちゃおもろいから。顎が出てる犬、顎出てる犬マジで面白いんだけど。個性だよ。それは種類とかじゃないの？個性、ルイとかじゃない、ルイ。なるほど、これ系ね。アムちゃんとかってことね。チンチラとか、あー、はいはいはい、気になる。ネズミとかね。なるほどね、かわいいよなあ、VR をやりましょうって掲げられてる。はい、はい、ということで、ここからは2020年に発売したオキュラスクエスト2で遊んでみたいと思います。はい、私とね、セリコは、うん、オキュラスクエスト2をさっき言ったように持ってるのでね、持ってます、うん、そうだな、アンズに VR の良さをお伝えくださいって書いてあるんだけど、良さ、うん、いやでも本当にこう自粛期間とか、うん、おうち時間が増えたからこそ、うん、なんか YouTube とかでも、うん、3D の360度動画とかがあるのよ、うん、だからそれを見てなんか旅行気分とかも味わえたりとか、うん、響いてねえの。響いてねえの。響かなきゃ。響かせても。魔法みたいだよ。魔法？うん。うん。なんかね、私はちょっとこの鼻が低いからつけてね、ちょっとここの辺が現実なんだけど。あ、分かる分かる。ここさ、これ鼻高い人だったら埋まるんだろうなって思う隙間があるの。そう、ここだけ現実だけど、そうそうそう、ここ以外はもう異世界だからマジで。そうなの。超面白い。うん。へー、ワールドが広がってるの。え、それはもうリアルな Google マップの豪華版みたいなってこと？あ、もう確かに確かに、うんうんうん、すっごい丁寧な映像とか、うん、そのまあ本当にゲームによっては宇宙みたいなとか、うん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 、すごいいろいろゲームによっていろいろ。じゃあなんかあれだ、嵐目線のライブとかもできるかも。あ、自分が嵐なんか出演者目線のね、できるかもしれない、うんうん、確かに、うん、出演者目線は面白そうだな、うん、いや、出演者になるでしょ、別にライブすることあるじゃん。プロデュース、アンズプロデューサーってこういうゲームでもね、そうね、そう、本当はね、こうみんなでわちゃわちゃ、うん、VR しながらね、競い合ったりとかしたかったんだけどね、うん、立って動いちゃうとアクリル板の、ね、意味もちょっとなくなっちゃうんで。実はあるんですよ。あるんですよ、ここにね、ちゃんとこれのね、まあ、感染症対策として、えい、今日は、私プロデュースということで、うん、2人に遊んでもらいたい VR ゲームを考えてきました。素晴らしい。まずは、うん、セリコに遊んでもらいたい、うん、VR ゲームはですね、リアル VR フィッシングということで。釣りじゃん。釣りがしたがってたみたい。いや、そう、私ね、このまさにアルトデウスの収録の時に、うん、なんか収録のスタッフさんの中に釣りができる人がいっぱいいて、うんうん、魚料理がすごい好きで、あ、そう、さばいたりするのがめっちゃ好き。え、すごい、さばけんの。魚さばくのが好きなんです。すごい、変な女でしょ。そうで、したらもう釣り行きましょうみたいな感じで誘ってくれて、まあ行ってないんだけど、もちろん行けてないんですけど行きたいという話だけで盛り上がってた。なんで、じゃあとりあえず VR の中で、そうね、釣りに行ってもらうということで、ね、行ってみましょう。魚釣りに挑戦していただくんですけども、5分間で3匹釣れたら後日ご褒美があるみたい。後日、後日、今日はないけど。お、来た。お、今これも来てるのかな。VR セリコがつけてますけども、これ映像も映るかな、みんなのところに。今つないでます。つないでます。これさ、どれですか、スピニングロッドですか、キャスティングロッドですか。なんだそれは。あ、映像が来てない。映像が来てないんですか。映像が来てない。そんなことある。え、もう一回撮ります。一旦撮るって。うい、あ、どうぞどうぞ。一旦映像つないでもらってます。今一旦帰ってきました。釣りって寒いし、ね、確かに暖かい部屋でできるのはいいね、うん、最高。え、したことあるの。
昔すごいやってたの。すごいやってたの。父についてた。お父さんができる人か。あ、来た。アナゴとか釣ったの。すごい。楽しそう。アナゴはその後さばくの？うん、父がさばいたらこんなになっちゃって、なんか食べられる部分がわからないとか言って結構大きいのつったのに、なんか手のひら1枚分ぐらいになっちゃって、そう、塩焼きにしたらもっと縮んだいいな、でも家族ができるのいいな。あ、来た。お、映像映像来ました。あ、来た。おー、再開。すごい、空がすごいな。なんかめっちゃ写真撮ってる。スクショ撮りまくってる。あ、来た来た。スクショ撮りまくってるよ。あ、すごい、めちゃめちゃリアル。あ、来た。あ、待って待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、顔離しちゃったよ。顔が遠い。つかめない。顔が遠いよ。あー、ぶつかる、ぶつかる。あー、ぶつかる、ぶつかる。あー、顔が遠いよ。顔が遠い。え、掴んだら掴めない。竿が遠いんですけど。竿が遠い。竿投げちゃった。竿つかむにはさ、さまざまなさ、アクリル板とかないかね。待って、竿遠い。どうしたらいいの。やばいだ。あー、竿遠い。写真撮ってるし。釣り始まった。あー、来た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 。あー、でも遠い。え、遠くない？なんで遠いの？頑張れ頑張れ頑張れ。あ、もうちょっともうちょっと。遠い。竿どこにあんのこれ。え、竿さ、ほら、こっち側にあんの。竿遠い。どここれ。竿が遠いよ。そう。うん、どこ行った、どこ行った、どこ行った。竿遠い。写真ずっと撮ってる。いや、場所は素敵よ、ほら。本当だ。空もいい天気。景色をお楽しみくださいになってる。空もいい天気。本当だ。川かな。川？湖？川かね。これね。わ、すごい。スズメかな。本当だ。いっぱい飛んでる。いっぱい飛んでる。360度。夕日かな。日の出かな。日の出かな。あ、変わった。いや、もう場所的には最高ですけど。もう一回、もう一回入れなくて。もう一回ちょっと。あー、帰ってきた。でもほら。帰ってきた時にやっぱ帰ってきちゃったってなるもん。確かにね、いい景色のところにいたからね、さっきまで。開放的だよね。確かに。いいな。感じる。でも脳みそがなんか多分そう思うんだと思う。こんな世界にいるんだ自分。あ、帰ってきた。三度目の行ったり来たり。よいしょ。あー、いた、近くに。もう握ってる。サウナもう握ってる。もう離さないで。もう離さないで私。よいしょよいしょ。来た来た。ほら、じゃあちょっと魚、あの黄色いのがきっと魚なので。あ、なるほどね。魚に向かって投げてみます。はい。いやー、おー、行ったね。あ、すごい、いいとこ飛んだよ。おいでー、魚ちゃん。食いつくかな。何の魚かな。泳いでる。これはどの国なんだろう。日本じゃなさそう。確かに。どこだ。おー、来たー。来た来た来た。そう、音楽かっこいいな。あ、上上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 上、大物みたいな音楽。おお。あ、まただまただ。うーん、上に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 引っ張る、上に引っ張る。あ、強い、力強い子。力強い子。おお。あ、なんてこと。まだ釣れない。まだ釣れない。すごい、まだ釣れない。こっち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 だ。こっち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 。あらららら。おお。え、これ結構大物なのかな。結構大物なんじゃない。すごい。え、5分で3匹?1分で結構、ね、1分で、ね、あー、釣れた。なんだこりゃ。こい。え、これリリース。こい。リリース、キープ、キープ。間違えた。おお。あ、来た。残り4分です。やばい、いけるよ。このペースでいけば。こい。あ、こいって言っちゃった。ピザ食べよう。今そう、みんなさ、食べてなかったから食べといて今。優しい。すごい、これすごい。でも本当にこの世界観にいる気持ちになるよ。うん。気温もちょうど春先の川辺。そうだね。うん、このスタジオの気温が。そうね、奇跡は秋っぽいけどね。うん。あ、そっか。もみじっぽくない、あの辺。かからない。本当だ。紅葉してる。誰も全然じゃん、興味ないじゃん。お願い、お魚ちゃん食いついて。来てちょうだい。あ、来てそう、来てそう。来てそう。
濃い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 。あ、来た来た。うん、来たー、頑張れ。釣りしたことないんだよね、してみたいんだよ。そうなんだ。どんどん来てくる。おお、めっちゃ早い。早い、ちっちゃ。なんだ金魚。ここどこ、ここ日本何どこでやってるんだろう、私は。あと3分あと3分。いや、いける、あと1匹、あと1匹だ。うん、そこでよかったのかしら。ずっと写真撮ってた。おいで、お願い、お願い、来て、カモン、お魚ちゃん。これでも面白いね。来た、うん、面白いね。いや、平和だよね、なんか。うん、あ、え、魚がなんか頭おかしくなっちゃう。どういう状況。ちょっと回って。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、近づいてきてる、近づいてきてる。あ、もう釣れるんじゃない。いけるんじゃない、いけるんじゃない。おお、なんだ、ブルーギル。あ、なんかようやく魚釣りらしいものが。これ3匹で達成。あ、達成、すごい。何やったー。なんか後々に、よいしょ、ありがとうございました。よいしょ、すごい楽しかった、うん、おー、いいな、すごい。これなんかご褒美あるらしい。ご褒美は特に決まっては後日後日後日らしいです。なんか欲しいものくれるのかな。え、欲しいもの、今欲しいもの、今言っとく、言っとく、今欲しいものね。家、家、広い家に引っ越したいな。資産はあった方がいいって先輩たちが言ってた。資産、どういう教え。広いお家っていいよね。広いお家か。帰ってきた、ただいまです。楽しかった。楽しかったね。あ、食べてる、ね、美味しい。このピザ、おすすめピザ、うん、炭火感ある。炭火感あるよね。、うん、はい、ということで楽しかった、楽しかった、ありがとうございます。利用してもらいました。イエイエイエイ。ということで次はね、アンズに遊んでもらいたいんだけど、釣り、あのぜひ遊んでもらいたいゲームがありまして、うんうん、アルトデウスビヨンドクロノスっていう、うん、あれさっき話題になったような。そうなんだよね、うんうん、そうか、うん、大人気ゲームがあるんですけど、なるほどね、うん、それをね遊んでもらいたい。マシンとかに乗れるのよ。なんだよ、マシンに乗れるの、うん、あのさ、の気持ち、テハンヘイヨンみたいなさ、乗れるの、操縦できるの、動いてよって動いてよ、これができるよ。なるほど、やってくる。そう、この交換 OK、 今設定してくれてるみたいな、ね、いや、おいしい、このピザ。そう、これね、さっきも言ってたんだけど、うん、CV 木戸あかりになれるのよ。なるほどね、似てる人じゃなかったんだ。そう。あのね、本当に私のボイスだけ違う収録の仕方してて、うん、どういうこと？なんか脳、頭蓋骨に響いてる音に聞こえるように収録してるらしくて。そうそうそう、そうなんだ。なんかね、私のキャラとかはね、話しかけてる顔だけど、そう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 、自分のそうだね、あ、付け方教えて。あ、まあ、でもついてる。あ、なんか、あ、いけた？あ、来たー！あ、OK です。あ、私も下にすごいいっぱい空間あるけど正面向いたら大丈夫だ、うん、日本人の女子はね、ごーごー、どのシーンあるんだろう。確かに、書いてないわ、うん、書いてなかった。ストーリーふぅ、今一生懸命アンズが装着してやってくれてるけど、かわいい、動揺してる声がかわいいよ。赤ちゃんみたいな、ね、泣いてる赤ちゃんも。あ、来た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 、うん、OK、うん、映像もつながるかな。あ、来た、画面にまだ今案内に従ってる。アンズのこのすごい動き見せたい。ずっとずっと。あ、来た来た、うん、どのシーンなんだろう。境界線を確認する。あ、ねえ、外の世界にいる、もしかして今。今ブルーギル釣ったことになってる。ブルーギル釣ったことになってた。それじゃ違くない。あ、すごい、一回外してもらう。ここ日本だ。一回外してアルトデウスに切り替えてみる。あ、ちょっと、でもメニュー画面開けたらこっちのもんなんだよな。自分で操作しようと。あ、来た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 、うん、で、アプリでアルトデウス探して、うん、こ
ここだ。オッケーです。さすが。ゲームできる人ってすごいな。もうそれしかできないんで。そんなことないよ。本当だよ。お、来た。お、映像映るかな。クリー。お、来た。アルトデウスはあらゆる選択肢や行動が未来に影響する VR インタラクティブストーリーアクションです。個性豊かなキャラクターとともに未知の生命体であり人類の敵であるメテオラによる侵略を阻止しよう。あなたは主人公クロエを操作し探索や会話がメインのアドベンチャーパートと人型巨大兵器マキアを操りメテオラと戦うマシンアクションパートを攻略しながら様々な選択と決断を行っていく。世界の結末はあなたのプレイ次第でいくつにも分岐し予想もできないストーリーが VR 空間上で繰り広げられていくっていうゲームです。これ台本だったんだよね。そうです。OK。アドリブ。アドリブで、ま、待っててよかったんだよね。どうぞ始めてください。ニューゲーム。冒頭らしいあるゲーム。あ、冒頭ね、うん、プレイして冒頭ニューゲーム。OK です。わお。来た来た。え花になってちょあどうして花は咲くのだろう。必ず枯れてしまうのに。そう、美しさもこれゲームの醜さも。そう、私じゃない、クロエ。クロエ、クロエ、跡形もなく消えてしまうだけなのに。ああ、マインドわかるよ、すごいこの子のわかんの、クロエちゃんのね、うん。え、なんか変わってる体験版と。ね、すごい奥行きがある。うん、ああ、タッチ、おお、タッチした今。おお、これすごい、すごいっしょ。やりたい。やってるよ今。やってるよ。あ、いちご、いちご好き、これ食べる。あ、いちご、うんうん、いちごってバラ科なんだ。すごい、なんか説明がついてきて離れない。あ、うん、あ、いちごがね、両手だよそれ。なんかね、このね、人差し指ギュッてやるとね、掴んだりできる、グーパーみたいな。あ、そうそうそう、いちご掴む。売れてるな、真っ赤だ。なるほど。食べないで。食べようね。お、売れてる、真っ赤。うん、これ電車オロゴール。ここの絵のオロゴール。そう。今部屋をね、うん、散策してるんですよ。全部ね、机の下にあるんだよ。なんだろう。寂しい。お、音だ。ちょっと飛ばさないで。思っちゃった、思っちゃった。はいはい。すごい。部屋がね、360度。ちゃんとある。ほんとだよね。音質みたいな。すごいね。あ、これだ。うん。アド、で、ア、アリアドネ。ここの絵。あ。おい。矢印出てる。あ、そうそうそう。あ、おっぱいが。そう。このゲームさ、最初やった時下向いてびっくりしてなかった。ね、おい。こんなに絶対これではない自分。ね、すごい。そう、下向くとね、クロエのね、お胸がね、ちゃんとあるのよ。触るんだ、触るんだ。今のは？今のは？今の何？え？あ、ほら。え？車椅子のとこに。あ、ありアドネ。あ、うん。それ書籍。糸を持って迷宮の出口へと導く美しい娘の物語だ。うん。うん。糸を持って。うん、ありがとう。お、咲いてくれて。頑張ったわね。うん、私ね、永遠を感じるものが好きなの。そこにいる感ある？ある。立ってる私。うん、そうなの、うん、目線もね、ちゃんと。そうよ、あ、こっちだ。花とか草木、おお、
それから星も、うん、星は永遠に空にあり、花は地上で命を繰り返す。星と花は同じものなの。へえ。枯れたって消えたっていいのよ、うん、美しいと感じた今は終わらないから。雰囲気出る。種を残して何度でも花は芽吹く。確かに、ね、よくわからない。それに星も花もコウコには見えないのに。そう、目が見えないの。だから目つぶってるんだ。そう、目の見えない私にもわかるものがあるわ。優しそう。目を閉じて、うん、耳を澄ませて。ペジャ、星の歌う声が聞こえない。花のささやく声が聞こえない。聞こえる。花の匂いに包まれて、空の向こうには星がある。あ、うん、見えなくても確かに存在しているの。いつか一緒に星を見ましょう、クロエ。星だ。二つだ。コウコとクロエだ。そうよ。約束よ。覚えていてね。うなずいてる。コウコ。え？死んじゃったの？え？あ、夢か。同じこと言ってシンクロしてるよ。さすが VR。 クロエ、応答を。クロエ、すまない、眠っていた。夢を見ていたんだ。寝起きのところ悪いけど、至急ラボへ集合を、うん、緊急事態だ。メテオラが。いい部屋だね。ね、天井高い。うん、いっぱい本読むんだね、クロエ。うん、分かってる。え？うん、不正アクセスあったって。これはどっちの世界だ？あ、すごいなこれ。え？うん、ソフィアを起動して。あれ、戻ってきちゃった。え、どういうこと？何？ああ、誹謗中傷。なんだなんだ。誹謗中傷。確かに怖いよ。ふざけんなって書いてある。ふざけんなって書いてある。最近いつも同じ夢を見る。うん、クロエは人間なの？うん、遠くに行ってしまった人だ。デザインされた人間、語らう夢を作られた人間。だからすごく容姿も整ってるし、生き交う人々、能力も高い。喧騒、いや、すごくない？ここすごいよね。渋谷、渋谷。あ、すごい。スクランブル交差点的な。すごい。平和な街を見ているうちに、尾を引いていた悪夢の余韻が消えていく。綺麗にあつらえられた街並み、この今を受け入れてしまえれば、悪夢を見ることはなくなるだろうか。だが、私のリアルは。約束か。レベル上がってるよ。時間が惜しい。今すぐブリーフィングをさせてほしい。うん。了解した、アーバ。やあやあ、クロエ。お、ちょうどいい。君も見たまえ。滑らかな、いい腕だろ。私のキャラね。色味にも黒曜の味が出たんだ。ちょっとやばいやつみたいな。やばいやつ、ね、やばいよ。やばいよ。ミュウの子、かなりやばい子。今は互いにテクスチャビジョンだ。ブレられないぞ。テクスチャビジョンは何ですか？なんて。なことは分かる。こういうビジョンか。そういうこと。映像的な。動作確認の一環だよ。うん、先端にまで疑似神経回路が通ってる。昨日の私はいい仕事をしたもんだね。ユリーさんの手と足すごい。新ボディは一応だ。 P
金ボディですから、ね、すごいよね、ホス今日はいい日だ、なんか生活に支障ありそう、ね、生きづらくないのかなっていうレベル、ね、昨日まあいいや、どっちでも日付感覚がおかしくなっちゃう、間に合ったみたいな、ネイブロー来た、ヤマト、ヤマトさん参上、10分近くだろ、ジュディとヤマト、ヤマト、うん、そう、青葉、いいじゃねえか、10分くらい大事なのはやる気だろ、規律だよ、僕らプロメテオス大事なのは規律、この小規模ではあっても一応軍隊組織なんだから、さて、人類の守護者たるマキやパイロットのお二人さんが揃ったね、うん、戦いの準備はできてるかい、私がパイロット、そうです、任せてくれジュディ博士、とっくに準備万端だ、博士ジュディ、そうだよ、なるほど、そうだよ、なんだよ、撃破するのは禁止だよ、死んだらあいつらかけらも残さず消えちゃうからさ、フォーバックして検体を手に入れろ、それが君らの使命だよ、解剖が楽しみでならないよ、あら、思わず腕を鳴らしたくなってしまうね、ずっとエレベーターがジュリー博士、ね、少し落ち着いてください、高い建物終わった、お作戦の概要を説明するよ、地上に突如出現した敵の個体が地下都市の直上に接近しつつある、なるほど、ヤマトのアレス・マキアは敵正面、クロエのアルト・マキアはそのヤマトの後方に展開展開後、アルト・マキアはレールキャノンの射出位置まで前進してくれ、こっからがね、結構アレス・マキアはその援護、楽しいよ、うん、前進中はメテオラによるアルト・マキアへの振動波攻撃が予測される、うん、ソーンウェーブか、直撃するとマキアでも無傷ではいられない、怖い、明かりの色のトレンド入れしてる、まずアレスマキアが衝撃を与えて威力を、おめでとう、コメントに今書いてあった、そしてアルトマキアは搭載されたミラージェネレーターを起動するんだ、エネルギー変換障壁だな、トレンド入りの見方が分かんない、あ、なんかさ、ツイッターのさ、このトレンド29位までしか、ミラージェネレーター、だから私もね29位までしか見れない、本当は100ぐらいまで見れる、メテオラのソーンウェーブを効果し、おすすめトレンド、反撃に転用することもできる、わかんない入ってるのかな、メテオラのエネルギーを利用した攻撃が最も効果的だ、あ、なんでなんで手こずってる、なんかしてって言われたんだけど、そして、うん、何をするんだろう、いや、行ってみればわかる、うん、レールキャノンで打ち出す、クレイは分かってんな、レールキャノン、射出されたレールキャノンを掴み取り撃つことができるのは赤リン VR、 みんないい声だ、だってクロエとアルトマキアだけだ、アルトマキアは誰なの、アルトマキアは分かってる、機体の名前、ああ、なるほど、弾頭は、勝敵は一直線にこちらに向かってくる、うわ、全部知って最初見るとやばいって盛り上がってる人いる、あ、最後までプレイしてくれたんだ、やった人いるんだ、すげー、早い、心配すんな、クロエは俺がバッチリ守ってやっからさ、お前みたいなキャラクターが一番心配なんだドセーロやば、デイタ司令、この程度の敵に苦戦するようでは我々に未来はない、司令です、我らプロメテオスの威信を示せ、諸君らには期待している、黒幕っぽいな声がね、うん、じゃあ行ってらっしゃい、いや最後までやってくれるって、ノアとの疎通が確認できない、シナリオめっちゃいいよ、ね、シナリオめっちゃいいよね、普通に感動する。なんか星が見えますか、クロエ。ノア、あ、めっちゃ可愛いよね。可愛いんだよ。では行きましょう。さっきさ、渋谷の広告にいた人？あ、そうそうそう。よくぞ見てます。ちゃんと見てるね。ちゃんと見てる。黙ってやってんだもん。まがいものの星を落としに。まがいものなのはお前もだろ。クロエ、戦闘中は仲良く、ね。仲悪いな。
つものようにあなたの手でこの巨神に火を入れて。パタ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 。ちょっと届かないかな。あ、あ、来た。なったなったなった。ちょっとお水。いいね、さすが使いこなしてる。おお。ユーザーオーセンティケーションコンプリテッド R2YF クロイシップイレブンアルトマキオサーフェイス。すごい。え、乗り物に乗ってたの私。そうだよ。そう、エレベーターでぐんぐん上がって姿勢制御をしっかり。そうなんだ。承知しました。エレベーターマキアとの接続を開始する。ミカニリンク起動。お、そう。よく見てくれてありがとう。城まで。容量をミカニリンクに通してくれ。もう来た。おお。なんだ。お。接続を確認。良好だ。リンクしたの。そうだよ。頭部接続開始。前のほら。そう。手見て。手が映ってるし。わあ。手を上げるとマキアの手も。装着完了。オールクリア。電源上がってってる。うわすごい、なんか手で持つやつが震えるから。耳使いなのか。うわすごい、すごくない。VR でやると本当にすごいのよ。そう、もう目の前に出てる方がね、100倍マジで臨場感すごいんだよ。あの、やられるやられる。よし、行くぜ。うん、セーフト。すごい。あれがヤマトの機体か。そうそうそう。ミラージェネレーター、起動。来た来た、さっきのパタ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 。さすがだ、さすがだ。曲がめっちゃいいんだけど。そう、曲めっちゃいいのよ。めちゃめちゃこだわって作ってらっしゃるから、ね。なんか前後この作品の曲は英語にしたらしい。仕掛けてくるのが早い。でも世界観がね。そう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 。なんか近未来感がある。うん。おー、いったー。おー、来た。あ、ワーニング。ワーニング、ワーニング。間に合わない。間に合わない。ヤマト。ヤマト。やっぱりやった。ヤマト。やっぱ。やっぱやったな。アシスタンスを掴んで。了解。うん。ん？掴む。おー。掴んだ。掴んだ。掴んだ。うん。おー。おー。おお。メールキャノンの確保を確認。展開完了。右と左の両方を合体させるんだ。ねえ、こう。アナリティス。あ、そう。あ、そう。そう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 。すごい。よくわかった。勝手にやってくれた。うん。黒い。メールキャノンの射撃出力を 120% に調整しました。おお。おい。おい。怒ってる。エネルギー充填開始。開始。120% でトリガーを引いてください。照準誤差。ほら、怒って120%。ほら、あ、やばい。あー、1%。あー。え、あ、たれー。いい声、ありがとうございます。いい叫びだったもん。いい叫びでした。おお。ブラックオークションを命中しました。おお。寝てごらん、反応しました。よし。殺しちゃった。そうだよ。え、ジュリごめん。そうだよ。ジュリごめん。おこです。おこです。おいって言われた。すごい、でも上手だね。
うち大金やった時失敗したよ。え120% で染めてって言われてるの分かんなくてすぐ打っちゃった。あ、話聞いてなかった。え、なにこれなにこれなにこれって言ってたら終わっちゃった。倒す、全て倒す、倒しちゃう。おお、ここが現実、私のリアルだ。え、これチュートリアルってことだ。チュートリアル、冒頭、冒頭。メテオラに破壊し尽くされた地上、あいつのいない地下世界。音楽いいぞ。繰り返される戦い、繰り返される夢。私はいつ解き放たれるのだろう。え、かわいそうじゃん。切ない。そうなのよ、あの悪夢から。なんかあったんだ。なんかあったのよ。え、何があったの。パイロット、クロイ、何があったんでしょうね。全部知ってからでもできるよ、私。映画と同じ見方すんな。コウコが関係してんだよね、絶対ね。そうね。うわ、コウコ。見て見て。はい。やめろ。コウコが。返せ。コウコ、連れて行くな。これなんで交互になってんの。約束よ、約束よ。覚えていてね。めっちゃ見上げてる。おお。ありがとうございます。あ、まだ青オープニングが今流れてるんでね、ぜひオープニングは VR で見てもらいたい。マルヒです。皆さんには見せられない。オープニングもすごくなかった。すごかったね。 2D からの、いや、めちゃめちゃ結構見てもらったけどね。がっつりやってもらったけど、ツイッターもすごいね、盛り上がってる。チャットの方もね、口が半開きって来てるよ。対策だった。いや、これからだから、これからだから、こっから面白いから、みんな面白そうってなってるね。そう、こっから本編が始まるんですよ。すごい、マジやばい、半開きになるわ、だって。わ、これすごい、すごいっしょ。わ、嬉しい。かっこいいんだよ、オープニング。え、やばいな。音楽もいいし、うん、映像もすごいし、うん、声良かった。声良かったよ。肉冷めそう。肉はもう、ね、冷めてる。大丈夫。肉冷めそう。プレイしたい。いや、ぜひプレイしてほしい。本当に年末年始とかね、うん、お家で暇だよって人とか、ぜひやってもらいたい。VR 専用、そう、VR 専用のゲームなんで。そうなの、 VR 用だからね。オキュラスゲットして、ぜひ皆さんオキュラスゲットして、ソフトゲットしてプレイです。プレイしてください。終わりました。終わりだって。外していいよ。まだ喋ってるよ。続きやりたくなっちゃってる。え、帰ってこない。もう帰ってこない。 VR の世界から帰ってこない。帰れなくなっちゃったよ。帰ってきて、帰ってきて。アンズ、あ、安定しちゃった。スタッフさん。あ、違う違う。あ、
ちゃった。初めて初めて戻ってきて、忘年会に戻ってきて、しょうがない。え、なんかめっちゃもう外していいよ。え、ちょっと直してて、直してもらえ、直してください。どうぞどうぞ。ういちょ。あー、よかった。いや嬉しい、楽しんでくれて嬉しい。すごいっしょ。そうなんだよ、そんなの。なかなか RPG をVR でっていうのはなかなかないから、うんうん、うん、そうね、なんかバッとやって楽しいのもいっぱいあるけど、そうそうそう、リズムゲームだったりね、なんかあく時間をかけて堪能していくのも、うん、まさに年末年始はぴったりじゃないかなと。いやー、ぜひやってほしい、やってほしい、やってほしい。VR のあのクッション当てた時とか、ね、ちょっと赤くなっちゃったよね。可愛いよ、でもほっぺピンクの子みたいな。このままでもいいかな。チークみたいになってるから。え、コウコどうしたの。そうでしょ、ね、そうでしょ。え、あの大きくなってたのがコウコ。さあ、忘れないでって言われた。そう、うん、そうだよ、そうだよ。そう、気になる点でもね、結構全部回収してくれる、最後までやると、ね、謎がし、やっぱルートもいろいろあるんで、そう、いろんなエンドがあるのよ。そう、え、ルート、まあ、選択肢こうさ、いっぱい選べるのよ。そう、結構自分の選択によってね、いろいろ状況変わってくるから。そう、ね、あ、落ち着いたよ。ちょっと半開きだったんで、カピカピしちゃったんで。リップお願いします。リップもくださいってね。はい、うん、え、そう、なるほど、そうだよ。じゃあ、2人は仲間で、え、うん、まあ一応ツイッター、ツイッター読んで、ツイッター、ツイッター読んでくださいだって。ツイッター読みます。すごい、そう、ここからはオープニングだから見せられないよだって。どういうこと。あ、かわいい、あかりのツイートが出てきた。あら。座ってる、コップ持って座ってる、かわいい。付箋回収できるんですね、だって。よし、これ世界から帰ってこれなくなるやつだな。これ多分終わるまで帰ってこないと思う。帰ってこないと思う。すごいな。すごいよね。いや、オープニングだけでもね、これ買う価値あると思う、うん、本当に。オープニングのグワーってなったり、うんうんうん、こう変わる変わるみんながあれしたり、すごい。で最後バラがブワーってなって、クロエがフォーって。クロエがフォーって。ってすごい、よかったみんな、ほら、よかった、プレイしたくなってるみんな。ねえ、これすごい、やった方がいいよ。近くの電気屋で買えるよ、だって。あ、でも結構電気屋さんとかにも置いてるんですね、うん、置いてる置いてる。気になるな。素晴らしいよ、ね。買いたいけど全財産1000円。全財産1000円。何が起きたんだ。頑張れ、頑張って、頑張れ。忘年会一人でやって、いろいろ買っちゃったのかもしれない。そう、ね、ちょっと遅めの自分へのクリスマスプレゼントとかね、うん、そうだね、うん、どれくらいのボリューム感な。え、でも結構な日数遊べますよね、うん、15時間以上。すごい、15時間以上だって。ちょっとやっただけであんな謎をいっぱいばらまかれて。そうよ、気になるじゃん、うん、ヤマトはさすがにあれで。いいやつなんだけどね、いいやつ。ジュリーがちょっと確かに本当のこうマットサイエンティスト的な感じなのか、何、うん、かちょっと裏があるのか、うん、なんか悪いやつに見せていいやつに見せて悪いやつのことがたまにあるから。そう、ね、確かに、うん、もうゆうちゃんからは言えない、ね、言えない、言わないでって言われてるの。え、そう、詳しく言えない、大人たちに鎖を巻かれて、鎖を巻かれて。でも言いたい、明日給料入りますね、だって。いやー、そうか、買った方がいいよ。そ, もそうね、買った方がいい、買った方がいい。ヤマト君は幸せになっていい。ヤマトの幸せはどういうことだ。ヤマトの幸せを願われてる。ヤマト不幸なの。ヤマトどうだったっけ。ヤマト、アンザちゃんストーリーネタバレしないでね。私も20分しかしてないから分からない。いや、でもアルトデース以外にもね、さっきも釣りとか、うんうん、いろんな楽しいゲームあるから、普通にね、オキュラス
おすすめです。そうですよ、そうですよ、なんか言ってる。 YouTube も見れるしね。ん、あ、ゼンリングか。あ、閉めてって。え、そうなのか。そう、でも本当に YouTube とか、うん、なんかあのシアターみたいな感覚で見れるのよ。うん、目の前に大画面みたいな見てる感じ。なんか新しいゲームの形だなって思った。そう、なんか、うん、ゲームセンターでしかできなかったことがお家でできるって。そうそうそう、家にゲームセンターを呼んだ感じね。そうだね、うん、自分専用の。お得か、うん、お得よ。確かにね、3万7000円とか、うんうん、なんで手が出ない。ちょっと頑張れば親戚の集まり行ったらそんぐらい集められるお年玉でね。そうね、うん、はい、ということで皆さんも VR めっちゃ楽しいので、うん、ぜひ遊んでみてください。はい、楽しかった忘年会もそろそろエンディングです。なんか本当に家みたいな感じでやってたけど、うん、楽しかったね。楽しかった。はい、今回の配信でチャンネル会員数が増えたり高評価が多いと、うん、人分かりプロデュースボリューム2があるそうなので、うん、あら、また呼んでくれるってことだ。呼ぶよ、あら、呼ぶよ。本当ブレンドやー、やー集まろうよ。ブレンドやーで。はい、ということで、なので、この YouTube チャンネルで配信しているインタラクティブストーリーズフィーチャリング木戸あかりもぜひぜひよろしくお願いします。次回の配信は大晦日です。はい、ということで皆さんから感想をいただきましょうか。じゃあ、あんずから。はい、買った方がいいですよ。すごいいっぱいエンディングがあって、なんかたくさんコンプリートするの大変って書いてあったから。それ人の言葉を借りてる。そう、何時間も遊べるから年末年始にはぴったりだと。うん、いや本当に、どうせ出歩けないし、うん、ここらでね。いや、素晴らしかったです。もう それしか出てこない。何やったっけ、あと。でも楽しかったです。覚えてないやん。うん、だからまた呼んでください。はい、ありがとうございました。セリコ。はい、いや、もう私ブレンドエースさんの存在はね、もうかなり前から知ってたんですよ。仲良さそうだなって。そこにね、まさか今回はお邪魔できるというか、うん、なんならちょっとヤーというニューチームまで作っていただいて、本当に。しかもヤーだと私が一番先頭なのよ。そうよ、そうよ。申し訳ない。センター。センターよ。先頭、センターじゃなくていいです。いや、でも本当に同世代でね、こうやって同じ職業の子たちと仲良く楽しく忘年会ができたのは、多分8年ぐらい仕事してますけど、うん、初、かもしれません。やった。なので本当に楽しかったです。そしてね、ゲームの方も私もまだ冒頭もうちょっとやりましたけど、うん、その先まだ最後のね、全エンディングまではまだ原作を、こう台本は読んでるんですけど、うんうん、これではまだやってないので、私も年末年始オールコンプリートできるか頑張りたいと思います。皆さん楽しんで VR やってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は、お集まりいただきありがとうございました。 ありがとうございました。忘年会楽しい2020年締められたと思います。もうキャスティングもね、私が誰呼びたいですかって言われて、この人がいいですって言った人に来てもらったので、もう本当にリラックスして楽しく、なんならもう全然番組だっていうことを忘れて楽しめました。そんな様子を皆さんにお届けできて、皆さんも楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。VR ね、アンズもプレイしていただいた通りの、私も家でね、やった時とかも本当に半開き、口半開きでやるぐらいめっちゃ乾くよね。そう、めっちゃ乾く、はーってなるぐらいすごいので、うん、アルトデウスだったりとか、アルトデウス以外のゲームもたくさん楽しいゲームがありますので、ぜひぜひ遊んでみてください。今日は本当にありがとうございました。わーい、買うよ、楽しかった。買うよ、やるよ、買うよ、やるよ。はい、ということで、それでは木戸あかりプロデュースボリューム1令和2度目の忘年会をやっちゃおう。お相手は木戸あかりと芹沢優斗、春のあんずでした。良いお年を。良いお年を。